どうも、南光一です。このチャンネルでは、ラスト熊本の試合を中心にサッカーの解説をお送りしています。さて、今日お送りする試合はですね、現在4位のロアッソがアウェーで10位の千葉と対戦した第38節です。もう皆さんね、結果ご存知の通り、クルキ選手の魂のゴールで1対0、ロアッソが見事な勝利を収めました。ということでね、今日は当日配信を目指してね、撮影しています。最速で、この解説をお送りしていきたいと思います。ただ中身はじっくりお届けしますので、最後までよろしくお付き合いください。さて、両チームの、ね、先発メンバーですけども、まずロアッソ熊本、プレビューで、ね、予想したものをここに残していますが、私の予想と少し変わったところがありました。ゴールキーパー佐藤、ディフェンス黒木姿、岩、中盤川原アンカーで右三島、ここまで一緒でしたが、上村が今回ベンチスタートとなって、竹本がこのポジションに下がりました。そして、右杉山、真ん中に高橋と平川が、まあ、ツートップ、トップ下の位置に入って、坂本選手が左で先発ということで、久しぶりの先発メンバーです。というのがロアッソ熊本の先発でした。対するですね、千葉ですけども、前節はですね、チャン・ミンギュ選手と田辺選手、新井選手という3バックでスタートしていたんですけども、この3バックのチャン・ミンギュ選手が、今回出場停止、累積警告ですね。ということで、どういうふうに組んでくるかなと思ったんですけども、新井はそのまま田辺を真ん中にずらしまして、サイドにですね、高橋選手、新しい高橋一生選手を、起用してきました。これが、そして中盤のボランチ2枚は、田口選手と熊谷アンドリュー、これ同じですね。そして左のアウトサイドには、秋山選手ですね、前節と同じで先発ですね。右のアウトサイドには西久保選手。そして、前線ですけども、前節の先発と同じです。桜川選手にをワントップに据えて、その後ろに、高木選手と、三木選手が控えるという、こういった、3-4-2-1、前節と同じスタイル、フォーメーションで臨んできました。で、この試合ですね、まあ、3-4-2-1で臨んできた千葉でしたけども、立ち上がりからロアッソがボールを持つとですね、千葉はグッとこの秋山選手と、あ、これ米倉じゃないですね。失礼しました。こちら西久保選手ですね。西久保選手もグッと下がってですね、5バック気味になって、そして三木選手や高木選手もちょっと下がり気味になって、5-4-1のブロックを作るような形で守備を固めてきます。ここからの、カウンター、これをですね、千葉狙ってきました。そこでですね、どういうことが起きたかというと、ロアッソはディフェンスライン、あるいはこの中盤のところ、5-4のブロックの周りではボールを回せるんですけど、なかなかですね、ここから崩しのプレーが出ないという展開でですね、珍しくて苦しい展開で立ち上がりになりました。ここ最近ではですね。で、飲水タイムまでですね、まあ、大きなチャンスもなかなか作ることができず、シュート2本、まあ、2本ということで、飲水タイムまで行くんですね。で、このままですね、まあ、少し、飲水タイム過ぎて、裏へですね、高橋選手が流れたり、杉山選手が裏を取ったり、ここへ長いボールも出てきまして、チャンスも幾分か作ったんですけども、まあ、このまま点数は取れずに、前半は0対0ということで終了します。ハーフタイムのメンバーチェンジはありませんでした。でですね、後半に入ってですね、もう、なかなかですね、ロアッソも前半同様にですね、チャンスをつけなかったんですが、そんな中で前半、後半の10分ですね、決定機を、作ることができました。平川選手ですね。平川選手が、平川選手から、坂本選手にボールが渡りまして、坂本選手がカットイン。そして、これをシュートします。で、シュートしたのを相手のゴールキーパー、新井翔太選手が弾いたところに杉山選手が飛び込んできまして、シュート詰めるんですけども、リバウンドシュートを打つんですけども、残念ながらこれがバーの上に越えてしまうということですね。まあ相手のディフェンスのスライディングもあったんですけどね、決定機を決めることができません。ということでちょっと嫌なムードが漂ったんですけども、その後、後半の14分でした。左サイドからですね、あ、右サイドから杉山選手から始まりまして、杉山選手、三島選手、
そして上がってきた黒木選手で、ここで、竹本選手がグッと入ってきたところで黒木選手が竹本選手を使って落としたところ、黒木選手がこれ入ってきまして、右足を思いっきり振り抜いてディフェンダーの足にちょっと当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれてですね、見事な先制ゴールを奪うことができました。でこの後もですね、ロアッソ熊本は平川選手から田辺選手へメンバーチェンジを行い、最後はですね、坂本選手と、竹本選手に対して2枚替え、戸下選手とですね、それから綾選手を前線に送り込みまして、宮原選手を用意したと。を前線に送り込みましてね、総攻撃で積極的に攻めることによって、相手からゴールを奪われないという積極的な試合の締めになりまして、そのまま1対0、この人は見事な勝利を挙げることができました。膠着した状態の中でのですね、黒木選手が攻め上がってのゴール、魂のゴールですね、これ感動しましたね。そして何より素晴らしいのは、やはり前節の岩手戦も1対0、この千葉戦も1対0、こうやって苦しいゲームね、相手に研究されて、ブロックを作られたり引かれたり、そういった中で苦しいゲームの中でも点を取り切って勝ち切る、これができている今のロアッソ熊本、強いです。いよいよ残り4試合、これでね、勝ち点を3積み上げて61だった勝ち点が64になりました。シーズン当初の勝ち点70まであと6、これ取れると思いますね。でなんとか、まあ、2位まではねちょっと届かないと思いますけど、4位以上、3位4位をキープしてプレーオフ1回戦をぜひ笑顔健康スタジアムで迎えましょう。今のロアッソはできます。みんなで応援していきましょう。頑張れロアッソ。ではまたお会いしましょう。またね。